10分だけ指導していたんですけど、1万円を2日で300万にした時に使っていたのがこれです。はいどうも、バイナリー投資塾の陽介です。今回の動画はですね、初心者60名全員がたった2日間で300万達成した、誰でも荒稼ぎ可能な超簡単賞、こちらをねあなたに伝授していきます。この賞はエントリーポイントが大量に発生、すべての人にたくさんのチャンスが巡ってくるね手法になります。当然あなたも一攫千金をね掴める可能性があるってことなんですよ。そのためにこの動画でお伝えしていく重要な情報や利益を得るために必要になるプレゼントの受け取り方法に関しては、見逃してしまうとそれだけでチャンスは逃げていってしまいます。なので必ずね飛ばし見せずに最後まで見てもらいたいなと思います。で今回の賞はインジケーターはたった一つだけ、しかも MT4 にデフォルトで内蔵されているものになります。この動画で理解をね深めてくれたら、初心者の方でもすぐに実践できるような、ね、内容になってますし、バイナリー入門編って言っても過言じゃないです。そのぐらいね簡単に稼ぐことができちゃうってことなんですよ。実際にこの賞でバイナリー初心者のね生徒さん60名に検証を兼ねて取引してもらったんですが、全員が2日間でね300万を超える利益を上げることに成功したんです。中では初日でね150万を達成した方や、2日で500万に到達したっていう方もいました。初心者でも全員が利益を出せたって結構すごいことですよね。それに皆さん口を揃えてインジケーター1つしか使わないから簡単だった、初心者の僕でも理解しやすかったですと言ってくれてるほどね簡単なお手軽な賞だってことです。ちなみにこの賞での取引を継続していくと1ヶ月3000万も実現可能だっていうことにお気づきでしょうか。こんなに稼げたらバイナリーをねやめられなくなっちゃいますよね。このように初心者でもこれだけね利益を出せたっていうところにやっぱ理由はあります。手法がこれもちろん簡単っていうねだけじゃなくて、エントリーポイントもね多く発生するからなんです。そもそもエントリーポイントがなければ話にならないですからね。エントリーポイントが多いっていうのはそれだけ稼ぐチャンスが多いっていうことになりますし、この動画でねお伝えするポイント、これをね踏まえたらよくありがちなエントリーポイントもね多いけど騙しも多いっていうのも未然に回避することができるんです。この後本編でねしっかりと解説していきますので、この動画を見るだけでバイナリーってよく分かんないな、初心者で不安だなって思ってる方であったとしても楽に大金を手に入れられるようになります。ぜひあなたもこのチャンスを掴んで高所得者の仲間入りをしましょう。それではね本編に行く前に、今なら LINE 登録された方限定で魔法の本をプレゼント中。投資経験ゼロでも年収1200万円は余裕で目指せるようになりますので、本気でお金を手にしたいって方はぜひ受け取ってください。まあ、意気込みやね目標など送ってくれた方は優先してお返事していきますので、気持ちの強い方からのメッセージをお待ちしています。それでは早速ねちょっと解説していくんですけども、まず最初にこういったねチャート画面を準備してください。僕ね MT4 を普段使ってるんですが、まあ、MT5 もプラットフォームとしてね一応存在します。なんでまあどっち使ってもらってもね一応構わないんですが、これからね解説する方は MT4 をね使うことをお勧めします。っていうのも外部インジケーターだったりサインツールだったら MT4 のが、まあ、対応してるものがね数としてやっぱ多くありますし、まあ、僕自身もサインツールとか基本 MT4 専用でね、まあ、作成するんで、まあ、僕の動画から知識だったりとかスキルをまあこう学んでいきたいよって方は MT4 ね使うことをお勧めします。僕はなぜ MT4 を活用するのか、まあ、言っちゃえば取引していくのは廃炉になるんで、廃炉だけでね完結するんじゃないの、わざわざ MT4 使う必要あるのって思う方もね正直いると思うんですが、 MT4 は絶対的に欠かせないんですよ。廃炉だけでね取引していく配信者もね中にはいますが、 MT4 があるからこそ勝率ってねある程度担保されるんです。なぜかって1年2年とかっていうね莫大なデータ量をもとに分析をね行うことが可能なので、どこでエントリーをすればね勝つことができるのか、こういったポイントだとまあ負けてしまうとか、そういった細かい部分がしっかりとね分析できた上で実際ねリアルの取引に挑めるので圧倒的に有利だってことです。それに比べてハイローだけのね取引だとどうしても小さいねチャート、波形の中で分析をしないといけないので、過去どういうポイントで勝った負けたっていうところがやっぱ記憶できないんですよね。その場限りの分析になってしまうんで、まあ、継続してやっていきたいって方は MT4 ね必ず入れるようにしてください。もしこれからね解説する方で解説方法分かんないよと詳しく知りたいよって方は僕にねマネフローと LINE でねメッセージを送りください。5分ぐらいでね解説できるような簡単なマニュアルお送りするので、本気でね稼いでいきたい方はぜひねメッセージをください。今回1分取引を推奨しておりますので、 MT4 がねしっかりとこのように準備ができましたら、こちら M1 にねカーソルを合わせるようにしてください。
それができましたらね、早速インジケーターを入れていきましょう。まずこちらの挿入、インジケーターのトレンドの中にありますこちらムービングアベレージですね、こちらを選択するようにしてください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まあ今これモザイクねかけてるんですが、こちらの設定数値に関しては後ほどねお伝えしていくので、まあ冒頭でねお伝えしたような結果を再現したい方は必ず正しいものをね入れるようにしてください。それができましたら設定していきましょう。はい、そしたらもう一つインジケーター入れていきます。挿入、インジケータートレンドのムービングアベレージですね、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。こちらも同様にこちらの設定数値に関しては後ほど受け取り方をねお伝えしていきますので、必ず正しいものをね入れるようにしてください。それができましたら設定していきましょう。はい、そしたら移動平均線をあと2本入れます。ただまあ先ほどね行った工程をあと2回お見せするのって、まあ、いやいやもう分かるよという方がまあほとんどだと思うんで、挿入部分は割愛しますね。はい、そしたらこんな感じでね挿入されれば OK です。今入れた移動平均線なんですけども、バイナリーのみならず FX のね取引の際にね用いられるこの移動平均線っていうのは、実は様々な種類があって、それぞれの移動平均を示しています。一番オードソックスなものだと MT4 にもねデフォルトで入っている単純移動平均線ですね。こちらは僕のね今までの動画でもこの単純移動平均線にね他のインジケーター組み合わせるような仕様っていうのは正直たくさんお伝えしてきてます。今回はこの単純移動平均線のみをね使った仕様になるんですが、一定期間の価格の平均値をつないだ移動平均をね表したもので、設定値により平均値を出す期間、こういったものも決めることができるので、特にトレンドを把握にね適したものになってます。で、簡単な計算方法で算出されるものになりますので、初心者の方にもロジックを理解しやすく、線自体もねシンプルに表示され、めちゃくちゃね使いやすいインジケーターとなります。まあ移動平均線はね絶対的に覚えておいて損ないんで、この機会にねぜひちょっと覚えて帰ってください。それではちょっとね条件解説をやっていきたいと思うんですが、その前にそもそもこの移動平均線だけで、いや簡単なのわかるけど勝てるの、とぶっちゃけどれだけ簡単だろうが勝てなかったら意味がないわけじゃないですか。まあ、もっと言っちゃうと、まだ難しくて稼げる方がまだマシだと思うんですよね。でも今回は簡単かつめちゃくちゃ勝てる稼げるね方法になりますので、いいとこ取りをした手法なんです。じゃあそんなねいいとこ取りをねしてる手法がどれだけのね実績を誇ってるのか、今回ねご用意しました。こちらねちょっと見ていただきたいんですが、こちらだいたい2時間ぐらいのね直近相場の結果になります。結果としてはね6戦6勝の0敗、冒頭でもねお伝えした通り1分取引、かつ今回ねお見せしているのは USDJPY、 つまりドル円です。でドル円って他の通貨ペアにね比べるとペアト率がやっぱ高いので 1.95 倍、つまり1万円というの場合ね利益でいうと5万7000となります。2時間で5万7000とかだと少なく感じる方もいるかもしれないんですが、これ4時間とかね取引できるようになると11万4000ね稼ぎ出すことができるんですよ。ただやっぱり4時間で12回しかこう取引できない計算なんですよね。つまりあまりチャンスが多くないように感じると思います。ですがこれはあくまでも一つの通貨ペアでの結果であって、ターボの7通貨ペア全てでね今回は行いますので、84回チャンスがあるってことです。つまり4時間で84回エントリーできて79万8千円稼ぎ出すことができるってことなんですよね。これ実は1時間でも19万9500円稼ぎ出せるね計算になりますので、隙間時間でしか取引ができない方、サクッと収益化させたい方にはぴったりなんです。それに王道インジケーターしか使わないので難しい要素は一切ありません。ただ相場って常に変動していくので、相性がいい時悪い時っていうのは必ず訪れます。つまり勝率の変動がある以上は負けることもあるんですが、ある秘策を意識するとこれだけ勝つことができるんです。まあ言っちゃえば連戦連勝なので、かなり強いことがね分かるかなと思います。ですので無駄な負けをね拾いたくないって思ってる方は、必ずある秘策については聞いておいてください。ひとまずね今回の主張をしっかりと皆さんにもね習得していただきたいので、今回はね実際のトレード映像を交えて解説をしていきます。まあ分かりやすくね細かく解説していきますので、式をね減らしたくないと思ってる方は必ず飛ばし見せずにね聞くようにしてください。はい、そしたらそろそろねちょっとエントリーできそうなところですね。はい、そしたらしっかりとね条件一致の確認ができましたので、まあ、10万円ですねこちらでハイエントリー1本だけ行いました。で今回はまあハイエントリーポイントっていうことなんですけども、まず最初にね見ていただきたいのがオレンジ色の線とピンク色の線がね必ず上向きになっていることを確認してください。で次に紫色の線に対して水色の線ですね、こちらが下から上に突き抜けをしていることですね。まあこれゴールデンクロスと言ったりしますので、まあ、ぜひね覚えておいてください。でその確認ができましたら次の足からハイエントリーとなります。
で今回まあゴールデンクロスがね確認できる部分っていうのは上昇トレンドになる、ね、可能性があるんです。まあ、逆にまあ短期線がね長期線を下抜けっていうのはデッドクロスって言ったりするんですけども、その場合は逆にね下降トレンドになる可能性があると。でさらに紫色と水色の線のねクロスした際にオレンジ色とピンク色ね向きなんかも確認することでよりトレンド発生のね可能性が強いと判断ができるんです。まあ、これらはまあ中期線のね動きにこう注目する、まあ、中期線っていう扱いにしてるんですけども、これらにもねちょっと注目することで精度ね上げることができています。はい、そしたらしっかりとね陽線が形成されておりますので問題なく勝つことができています。はい、そしたらちょっとローエントリーポイントでねちょっと次足いけるかなというところなんですが、まあ、今回ゴールデンクロスだったり、まあ、デッドクロスね注目していくよっていう部分なんですが、エントリーする際に時間足とかね変えていただけると、まあ、しっかりとね勝率を担保ある程度ね確保することができます。でちょっと先にエントリーするんですが、今ね10万円でローエントリー1本だけ入りました。で今回まあ1分取引で、まあ、もちろんね1分で取引していくんですけども、1時間足とかのねチャートを見て相場の動きとかをねしっかり確認するとちゃんと上昇してるかどうかっていうね確認することができるんです。っていうのも1分足だと下降してるけど、まあ1時間足に変えるとね上昇してるなんていうケースってめちゃくちゃあるぞ、まあ、反発しちゃってるってことですよね。なので1時間足でも1分足であったとしてもちゃんとトレンド方向が合ってるかどうか、これを確認していただくだけで勝率って格段に上がります。ちゃんとねトレード状況を、ね、把握するために1時間足をチェックすること、まあ、この初日限らず順張りするんだったらこの情報はめちゃくちゃ使えるんで、ぜひねこの機会に覚えておいてください。で、まあ、一応ね条件としてはオレンジ色とピンク色の線が下向きで、紫色の線に対してね水色の線が上から下に突き抜けと、まあ、これが言えばデッドクロスになります。この条件をね確認できたら次足ローエントリーと覚えておいてください。はい、そしたらねしっかりと陰線が形成されているので見事勝ちです。で今回まあドル円、まあ、ペアトリッツね 1.95 倍とね先ほどよりちょっと高いんですが、まあ、10万円でのエントリーなので9万5000円の利益の獲得となります。はい、そうしましたら半エントリーローエントリーねともにちょっと紹介してきたんですけども、どうでしょう、ぶっちゃけ移動平均線しかね使わないので難しく感じた方はほとんどいないんじゃないかなと思います。それではここで無駄な負けをね減らす方法についてちょっとお話ししていきたいなと思います。このエントリー方法ってトレンドを狙ってるね順張りっていうこともあるんで、このようなねエントリー条件になってるんですが、実はゴールデンクロスだったりデッドクロスがね発生したからといって必ずトレンド相場に、ね、なるわけではありません。あくまでもクロスが発生したらトレンドが起こりやすいっていうような認識になります。なので先ほどね説明したエントリー条件だけをね見ていると、トレンドが発生せずに騙しになってしまうってことも出てくるんです。じゃあ騙しにならないでちゃんとトレンドがね発生しやすいクロスのポイントは何なのかって言ったら、この動画ね最後まで見てくれた方にお伝えしていく、とあるねキーワードを僕の LINE に、ね、送ってくれた方だけにお伝えします。これ正直ねこのポイント意識することでトレンドの発生をね見逃さずにより信頼性の高いエントリーを仕掛けていくことができるんです。まあ、先ほど実績をね紹介している部分でも軽くお話ししたんですけども、あれだけ連戦連勝を誇れてる理由にもねつながってくるので、やる気のある方はこの情報はね必ず受け取るようにしてください。で何度もお伝えしてるんですが、今回はトレンドを狙ったねエントリーになりますので、なるべくエントリーポイントを増やすためにもトレンド相場が多いことが重要になってきます。そこで意図的にねトレンド相場に遭遇しやすい方法っていうのがあるんです。それはその相場での取引量に注目することです。取引量が多いとね値動きが激しくなり、値動きがね激しくなるとトレンド相場がね発生しやすいっていう関係があるからなんです。ということで取引量が多い時間帯だったり通貨ペアをね選ぶっていうのがすごく重要だったりするんですね。まあ確かに全てのね通貨ペアに対応はしてるもの、やっぱ通貨ペア一つとっても勝率の変動はやっぱ出てきます。なのでそういった通貨ペアの中で一番ねどういった通貨ペアが勝率が高いのか、これはちょっと知りといてほしいんですが、 USDJPY つまりドル円ですね、こちらが一番取引量が多いとされています。米ドルっていうのはまあ他にもね流通量も多く活発に相場がね変動する可能性が高くね情報が安いので、初心者の方にはすごく扱いやすい通貨ペアになります。そして時間帯になるんですが、21時から2時が取引量がね最も多いです。でこれなぜかっていうと、この時間っていうのが世界で最も参入者がね多いロンドン市場とニューヨーク市場がね空いている時間になるんで、
世界規模の取引が行われたり、多くの、ね、投資家が動きます。つまり取引量も多く値動きが激しくなり、トレンド相場の、ね、発生が期待できるというわけです、まあ、21時から、ね、2時の間にドル円で取引すること、これが大切なポイントになりますので、こういった、ね、細かい部分にもしっかりと意識を向けるようにしてください。それでは、ね、ここまで紹介してきた今回の手法なんですが、最も大事なのは設定数値になります。正直これ一つで、ね、勝率はもう全く変わります。本来勝てるものが勝てなくなり、稼げるはずのものが稼げなくなると、全く別の反対の結果に、ね、なりうる部分ですので、こちらの設定数値はね、ちゃんと正しいものを、ね、入れていただきたいんですが、今回こちらの設定数値をね、これからお伝えする条件をすべて満たした方に完全無料で渡していきます。条件全部で3つあるんですが、1つ目、僕のチャンネル登録をすること、この動画にね、いいねを押すことです。そして2つ目、この動画にね、何でも構わないのでコメントをくださいっていうのも、日々やっぱ視聴者だったり生徒さんのね、悩みだったり失敗談をね、解消していく、解決していくっていうところにやっぱね、僕としては着目していきたいので、なんかね、やってほしいものだったりとか、こういう悩みを改善していきたいとか、実際こういう方法どうなんですかとか、まあこれ正直何でも構わないので、何かね、思ってることがあればぜひね、コメントに残すようにしてください。今後の動画作りの参考にさせていただきます。では最後、 LINE でね、キーワードを送信していただきたいんですが、こちらクローザーですね。まあこれはカッコ外して構いませんので、 LINE でね、キーワード単体でメッセージをね、お送りください。 LINE の一番簡単な登録方法、こちら概要欄に LINE 追加できる URL が記載されていますので、そちらからご登録が可能です。まあ手順がね、わからない人のために、今表示されている手順、こちらをね、参考にしてください。まあスマホ用のね、手順にはなりますが、パソコンの方はね、タイトルの下の方に URL が記載されていますので、そちらからご登録が可能です。それでは本日の授業はここまで。